情けないところを見せちゃったわね。デスガンにあの銃口を向けられた途端、身がすくんだわ。反撃なんて考えることすらできなかった。私の命がまだあるのはキリトのおかげよ。だけど私はやっぱり弱いのね。あのシノンは弱くないよ。さっきだって見ず知らずのプレイヤーを助けたじゃないか。今度は俺の番だ。シノンは俺が守る。だからここで休んでいてほしい。キリト、一人で行くつもりなの？あなたは本当に強っ。そんなことはない。俺だって怖いさ。それでももう二度と仲間を失うのは嫌なんだ。絶対に。少しだけ寄りかからせて。シノン。11歳の時、私は人を殺した。それが GGO に来て銃が全く平気だと分かったとき、嬉しかったわ。現実世界の私もいつかトラウマを克服できるようになると思った。キリトやアスナ、みんなが私を支えてくれていたから、だからかな、素直にそう思えたの。でも全くダメね。ここでも銃に怯え、何もできないんだもの。このまま怯えているのは死ぬより嫌。キリト、私も戦うわ。危険だ。デスガンは君も標的にしている。俺は現実の体を病院でモニターしてもらっているけれど、君は一人暮らしのアパートだろ。お互い危険なことに変わりはないわ。デスガンが現実の私を襲うわけでもないんだし。あ、現実のシノンを。不可能よ。デスガンは GGO にログインしているんだもの。それに私のいる場所なんてデスガンが知るはずもないわ。いや、そもそもデスガンは一人なのか。え？デスガンに協力者がいるのかもしれない。いや、いるんだ、二人目のデスガンが。どういうこと？一人目、つまりあのボロマントのアバターが GGO 内で標的を撃つ。同時に現実世界で二人目が無抵抗のプレイヤーを殺すんだ。無理よ。プレイヤーのリアルの居場所なんて誰も知らないわ。
そこなんだよな。プレイヤーの住所なんてザスカーですら知らないだろ。だから機構化もデスガンのアバター面を確認した後、ログを追跡して現実世界のやつを探さなければいけないらしいし。だけどデスガンが SAO サバイバーだと分かったんだ。その頃の名前が分かればリアルの情報もすぐに分かる。 SAO サバイバーは住所や本名を全て政府が確認しているから。